ティビューティージャッキービューティーペアーマッキービューティービューティービューティーペアーソニックさんです。そうなんですね。まああれですな、いやソニックさんさ、昨日さ夕方にね、なんかそうスーパーでお買い物しようと思ったらさ、日本のデビットカード止められちゃっててさ、それであれなんだよね、なんつうの、日本のさ、なんかね、デビットカードのところにさ電話してさ、お問い合わせしたらさ、ソニックさんなんですけどねそう、なんかさ、北海道のなんかセンターが停止してるんで、まあ、復旧待ちですとか言ってはひゃ思いました。ソニックさんです。ソニックさんね、なんか目がすっごいこう、なんか疲れ目なの。うん、昨日ね、あれなの、なんかタロットカードのね、やつをね、まあもう意味も、もう一回ちょっとやり直そうと思って、なんか全部さ、付箋貼ったのよ。のり付けして。てかさ、まあ、こう、なんか、タロット本とかあるけどさ、結局ソニックさん流派にとってさ、全部こんな、ただの、紙でしかないからさ、今こう、なんだろう、新しい意味をさ、こう、なんだもう、新しい意味をこう、なんかこう、書いたりしてんだけどさ、そうやって、うん、ね、いろいろやってますね。うん、私、新解釈ね、そう、新解釈ね、剣の、3の逆の意味がね、また新解釈。とかね、そういうのをやってるんですけど、ね、そんなんですね、ソニックさんです。ここはですね、タロット学ぶところでもありますね。ソニックさんね、チャンネル登録してくれる人大好きね、もうこれをね、毎回やってるんですけどね、でも前回の動画がですね、あれですよ、パートナーはね、なんかね、あなたの好きな、なんか気になる人にパートナーはいるのか、ね、パートナーはエッチしてるのかっていうね、やったらね、なんかあれらしいよ、結構ショックな人いっぱいいたみたいだね。まあ、見ちゃうよね。見ちゃうけどね、真実の扉を開けてしまうとね、ソニックさん目がね、今日ね、すごい疲れちゃっててさ、なんか参っちゃったね。うん、そんなんですね。ちょっと今日、目を閉じ気味ですけども、よろしくね。はい、じゃあ今日のお題入ります。バーンですね。これがですね、はい、今日のお題はですね、あれですね、お肉さんのママから丸々パクりますっていきますよ。はい。6択、彼、現在の気持ちとあなたに求めてる物事。ね、これはですね、なぜかね、彼の現在の気持ちでなくね、彼現在の気持ちとあなたに求めてる物事という、この何、お肉さんママならではの言語センスかよくわかんないですけどね、とりあえず丸パクリすることが今日大切なんで、あれですね、お肉さんのママのヒット動画からタイトルをパクりますね。そうですね、大切でした。てかさ、いや、ほんとさ、ソニックさんがさ、いや、結構さ、ね、なんかお相手がね、パートナーいるとかね、お相手がね、パートナーとどんなエッチしてるかね、気になるかなと思ったね。女心はそんなんじゃなかった、テーペロなんかね、そんなんです、ソニックさんですね。いきますよ。じゃあですね、6択ね、6択なんでもうすぐ終わります。今日はですね、結果と理由もうそれ、もうねてかソニックさんね、いろいろやんなきゃいけないことがね、はいっぱいあるの、ね、そうですね、はい。まあでも短い動画の方がね、あれだからね、あれなんだよ、いいから、アクセスいいからさね、そうね、だからね、冒頭にビューティーピア歌ってんじゃねえよって感じなんだけどね。そもそもだって今30歳ぐらいとかね、ここにビューティーピア何のことか分かんないからね、もうね、そうですよね、はいはい。でもアラフィフホイホイだから、ソニックさんはね、ソニックさんはアラフィフだからね、そうですよね。もうタミさんはノギクのような人だなんちてなんちてへへ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 じゃねえや、目、あ、すげえ目疲れた、うい、ちょっとね、いきますよ。はい、彼の現在の気持ちね、あなたに求めてること、はい、これがですね、彼の現在の気持ちですね、これがあなたに求めてることですということですね。はい、もうこんなんですよ。どうですな、はい、現在の気持ちがですね、はい、ね、あなたの気持ちが強くね、一番目を選んだあなたはね、強くあなたの気持ちを感じてます、ビシバシとはね。それでですね、あなたに求めてることをね、学ぶことがなくなったので卒業です。これはですね、聖杯の6ですね。これはですね、やりたいことがいっぱいある女性だから要望が多いんですね。これで彼としてはですね、ね、剣の6なんで、穏やかに立ち去る、ね、そっと離れますということですね。これが1位に求めてる人ですね。はい、バーン、そんなんですね。これはですね、残念だな、なんかね、これは、あれですね、求めてることはね、卒業、この支配からの、ソニックディサピア、ドロン。あ、間違えちゃった。
テーペロ、テーペロじゃねえよ、テーペロじゃねえよ、こっちでしたね。まあ、あの都合悪いんで、ソニックさん、バイバーイ。ソニック、カムバーク、ドロン。ね、そんな感じでね。あの、ちょっと都合悪かったね、今日ね。はい、まあ、1がこんなんです。あとね、まあ、2、3、4、5、らかるがね。はい、ね、まあまあ、うん。しゃあない、しゃあない、しゃあないね。まあ、そうですよね。まあ、それでですね、まあ、普通にね、彼のね、彼の現在のね、求めてるね、まあ、あなた求めてるもの、求めてるもね、ソニックさんがね、女の子に求めてるの、それは、体。体ですよ、体。ね、うん、体、君の体が欲しい。やっほー。ね、そうですよね。ね、べべべね。最近ほら、ほらね、ソニックさんさ、なんかさ、あれなんだよ、なんかな、ついついね、あの、一致したい発言が多くてね、いけないことが、いけないことしてよ、マジでよ。ペロヘ、テヘペロ。どんどん投げやりになっちゃっててね。なんかね、まあ言ったな。うん、そうですよ。いや、ほんとね、なんかね。まあ、いや、で、ビザデビットね、止められると困るのよ、ソニックさんね。ソニックさんね、参っちゃったね。てか、ほら、スーパーの買い物とかもさ、全部さ、それで済ましてくからさ、まあ言って、ポンド持ってないんだよね。そう。参ったなぁと思うの。いや、ポンドはあるけどさ、ポンドは家賃のために使いたいんだよね。2を選んだ人、これですね。2を選んだ人がですな、あの、彼がね、あの、今現在の彼の気持ち。はい、彼の気持ちがですね、これです。あの、ね、新しい生活を始める前ですね。新しい生活を始める前。そしてこれがですね、あなたに求めてることをね、変化しない。そうですね。あの、金貨の1が逆向き。これはね、新しい生活を始める前です。そして、死のカード。これが逆向き。これはですね、変化しない。変化しませんね。何も起きませんね。これが求めてることですね。はい、そうですね。変わらない、ね、君でいて。ね、そうですね。いつまでも綺麗なお母さんでいてください。知らないな、そんな CM な。昔あったんだよな。まあ、これは変わらずにいてくれということでね。ね、うん、いいことじゃないですかね。変わんないでー。ね、ソニーフラッシュ。そうですよね。ソニーフラッシュですね。そうですね。変わんないでいてくださいなんていいじゃないですかね。うん、ね、そうですよね。うん、ね、うん、そうそう、まあね。うん。まあまあまあね。そうですよ。まあね、常にね、あの、変化を求められてもね、本当にね。うん、ね、うん、俺の女としてね、あの、風林火山でいてくれみたいなね。うん、侵略すること、火のことして。いや、そんな彼女困るわ。ね。はい、行きますよ。3、ね。3、4、5、6ね。まあ、もうこんな感じでもね、あんたもそのね、あなたにね、現在の気持ちとあなたに求めてることをね、物事、ね、物事、物事ね、物事ね、さすがだね、お肉さんもね、物事、ね、物事ってね、うん、そうですね、うん、ね、物事、ままごと、ままごと、ね、うん、おままごとですよ、うん、そうそう、うん、マザーシングスってことあれ、ね、そうですよね、あの、お父さんがね、ソニックさんがね、ソニックさんはね、あの、おパパごとね、そうですよね、あ、もうね、あの、ファゴットって結構演奏難しいんだよね何の話をしてるんだね、いきますよ、3ですね、はい、これがですね、あの、彼の気持ち、うん、気持ちいい。これが彼のね、求めてることをね、求めてるね、求めてるね。はい、気持ちいいじゃないですよ。ね、彼の気持ちいいはですね、はい、勝利へのスタートね、新しい生活を始める。ね、これがあなたへの気持ちですね。そして、ね、あなたに求めてることをね、明確、明らか。ね、もういいんじゃないですか。ね、新しい生活をね、二人で始めるんですよ、きっとね。いやいやね、いいですね、いいですね。そうですよね。はいはいはいね、まあね、そうですね、新しい生活を始めるにはね、デビットカードが必要ですね、ソニックさん。ね、なんか北海道って困っちゃったな。うん、ね、そうですね、これはあれですよね、まあ、もうね、勝利へのスタートですから、彼は。ね、そしてこう、ね、棒の1から月が逆向き、ね、明確、明らかね、やることスパーンって決まってますね。いいじゃないですか、これはもうね、文句なしね。うん、3を選んだ人ね、もう彼は、ね、君と新しいスタートを、ね、にゃーん、なんかソニーフラッシュね、そうですね、もう今日はシンプルにね、いきますね。たまにはね、難しいことせずにね、やるとね、ほら、短いとさ、動画編集も楽じゃん。そんなソニックさん都合言われてもなーって感じでしょね、ね、はい、いきますよ。はい、次ですね、4いきましょうね、サクサクとね、うん、そうですよね、うん、松田優作みたいなね、そう、あのソニックさんね、あのフェイスブックで、まあ、あのタロットのね、意味をね、解説してますけどね、もうね、すごいディープなね、ことを始めた、まあ、あの、もうタロットの意味をタロットで問う、そんなのタロットできなかったらできないじゃんっていう、そうですよ、だから、あのね、
そんなことやるのソニックさんだけですよ。ソニックさん派閥だけです。ソニックさん一派だけですね。まあ、そんなこと普通の人できませんからね。そんなことができるということはね、あのなんかやっぱソニック流派がいかに素晴らしいかということでね、皆さん Facebook でね、あの学んでくださいね。そしてあとはですね、手っ取り早くはもうあの過去動画から全部ね、あの意味を拾ってね、あのこういうね、あのなんかまあノートでもね、なんか作ってね、自分でどんどんこう書き込んでね、あのやってみてください。こういうのね、大切ですよね。こういうね、付箋貼って、あのね、あのタロット本買う理由はあのタロットの絵がそこにあるからだけっていうあのそこに付箋貼っちゃって、ね、全然意味なんか読まないって、自分のソニックさん流派の意味を書き込むね。4と456残ってます。いきますね。4ね、今彼現在のね気持ち、はい、であなたに求めてることね、はい、ですね、これはですね、あなたのことがですね、あなたのことはね、意志が弱い女性、うん、棒の女王様が逆向き、これはですね、なんかね、はっきりしないんだって、あなたが、彼はそう思ってるんだって。それで彼がね求めていることね、これはですね、動ける、うん、でもこれはね、彼が動ける、なんか彼女ね、あなたさんがはっきりしないけど、まあ、僕が動かなきゃなって思ってるね、これが彼の気持ち。そうですね、うん、どこに動くのかはちょっとまだこれでは分かりませんね。まあとにかく、うん、はっきりしない、うん、はっきりしないんだって、ね、そう思ってるってね、はっきりしように頑張ろう、ヤッホーね、はいね、もう今日は、ね、1の人だけちょっとね、あれでしたけどね、まあまあまあ、あとね、4、5、6ね、あ、4は終わりました、あと5と6残ってますよ、ね、ソニーさんフラッシュはフィニッシュ、ね、うん、そうですね、はい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 、ヘイミスターボーンボンカレーガールドイエヘイ、今ね朝のね7時14分ね、7時14分なんでね、もう真夜中じゃないんですよ。あ、でも俺昨日夜にずいぶん寝たな、なんかな、やっぱ疲れてたんだなきっとな、うん、そうそうね、そうですよ、ソニックさんって疲れるのよ本当にね。刀は疲れ知らず、あなたも疲れないといいけど知ってるよキルビル、本当にですよね、まあね、ルーシー・リューのね、そうですよ、なんだっけ、ね、忘れちゃった、なんか田中さん首スパーンなっちゃって、ね、あれ面白かったね、あれキリビル、はい、ね、あと5と6残ってますね。じゃあ5選んだ人これですね、彼の現在の気持ちね、これちょっとあれかな、ちょっと引き間がね、なんかね5ってたまにあれだよね、なんかこうシャッフルし直し入るよね、はい、5と6入りますよこれね、まあまあ今日はね、もうすぐにもう、ね、結果の理由だからね、あ、もうすぐね、うん、行っちゃいっちゃうね、うん、そうですよ、あとはそうだな、まあね、ソニックさん、あ、昨日ね、あれあれあれ、なんかそう、あれなのね、アマゾンプライムでさ、バナナフィッシュね、アニメ、あれ、いつ放映なってんの、日本でね、なんかバナナフィッシュあったからさ、アッシュリンクスとかって、クスクスみたいな、なんかね、うん、ちょっと喜んじゃった、ソニックさんね、ね、あ、いきますよ、もうそうですよ、バナナフィッシュなんかが、2000年もなんか、2018年に、なんでこんなバナナフィッシュなんかアニメ化してんのとか思っちゃってね。いきますよ。はい、これですね。5を選んだ人はね。はい、彼の気持ちね。そしてあなたにね、求めていることをね。はい、いきますね。彼の気持ちね。はい、ね。棒の騎士。ハセサンズル、ヤッホー、急いで呼ばれたらすぐ行くよ、呼んでください、アメリカンホームダイレクトね、そんなんでね、なんかそうそうね、でこれですよ、ね、うん、あなたに求めていることからね、うん、そう、審判ね、一つの生活はね、一つの判決と新しい生活ね、ジャッジメントを求めてますね、そうそう、うん、な感じですって、すぐ駆けつけるって、なんかそんなんだってね、はい、なんかね、いい感じですよ、でもすぐ駆けつけるってのもあれですよ、あなたがなんか好きじゃなかったら駆けつけませんからね、だからもうこれはもう間違いなくね、ほう、間違いなく太鼓判を押してね、ラブってるよ、ラブってるよね、わざわざ引き直してね、ゴーはラブっちゃってるからね、そうですよね、うん、ラブトレイン、もう一度ファンクスやめて本当ね、もうソニックさんはね、 TM ネットワークはね、なんかね、うん、そんなに好きではなかったよそう、うん、ね、そうですね、うん、なんかね、どうなんだろう、うん、やっぱなんだろうな、うん、TM ネットワーク、うん、そうだな、なんだろうな、小室さんはそんなにあれなんだけど、やっぱボーカル、うん、ね、そうです、まああと6いきましょうね、うん、そう、なんかね、あの襟足があれかな、あんま好きじゃなかったかな、そうですね、うん。ね、宇都宮さん、ね、かっこいい人なんですけどね、なんだろうね、まあまあなんか、うん、あ、もう波長が合わないってあるじゃん
その芸能人で鉢合わない言われてもね、まあ、でもソニックさんもね、鉢合わないとか言われてんだろうな。まあまあ、しゃあない、しゃあない、しゃあない。ソニックさんはしょうがないよ。ソニックさんはね、はい、6いきようね。はい、彼ね、現在のね、気持ちとね、あなたに求めているね、あの物事。はい、いきますよね。はい、これがですね、6を選んだね、まあ、彼の気持ち、バーン。これはですね、彼はですね、あれですよ、気持ちです。そう。で、これがですね、彼に求めていること。はい、これはですね、彼の気持ちなんですけど、剣が3の逆向きです。これはですね、彼はいつでも君のことを捨てられます。はい。もうそういう気持ちでいますね。まあ、一応、まだ分からないけど、別れ前なんだけど、彼の一方的な都合で、いつでも、彼はもういいかなって思っちゃってる。うん、で、まあ、彼の、求めてることね。求めてることは、星。うん。何もしないで。何もしないで。そうそう。うん。とにかく、今の状態で、とにかく、そんなに悪いわけじゃないから、まあ、何もしないでくださいっていうのが、これが彼の求めてることですね。そうですね。まあ、ピンチかもしれない。ね、ピンチかもしんないけど、まだ大丈夫。ね、そうですね。まあ、巻き返してみようかね。そうそうね。ラブってみようかね。はい、ラブってみようじゃん、俺ね。そうそうね。まだね。まあ、なんとかなるんじゃないかな。ね、そんな感じでね。今日はね、6択。ね、まあ、さっさと終わりやね、こんなね。もうだってもう、現在の気持ちのあなたに求めてることからね。はい、そんな感じですね。6択でしたね。ソニックさんですね。たまにはね、短い動画でね、勝負しとかないとね、アクセスが増えないからね。そうなんですね。ソニックさんですね。日曜日と水曜日にタロットライブというのをやってますね。なんでね、ステイチューンってね、よろしくお願いしますね。とはですね、お友達がいっぱいいますね。そしてですね、Facebook やってますね。あとはね、チャンネル登録。このね、ソニックさんがね、チェヘってやった後にね、チャンネル登録ね、よろしくねってなっちゃうからね、よろしくお願いしますね。で、あとチャンネル登録してくれてる人ね、ありがとうね。うん、そしてね、最近ね、好評なね、ソニックさんのね、ソニックディサピアードロン、ソニックカムバックドロンね、そんな感じでね、よろしくお願いしますね。じゃあね、またね、すぐお会いしましょうね。すぐお会いしますよね。はい、じゃあまたね、 See you soon。